サファイアの十字架、ザ・ブルークロス、G.K. チェスタートン、直木35、訳。朝の空を彩る銀色のリボンと同じように、海上を飾る緑色のリボンとの中を船は進んでハーウィッチの港に着いた。すると、人々はハエの群れでもあるかのように、散り散りに、おのおの目指す方へと散っていった。その中に、今我々が語ろうとする男は、別に特別に注意を引くものではなかったし、というよりも、注意を引かれまいとしているのだった。彼の身の回りには、祭りの火のような陽気さの中に、顔に浮かんだ役人じみたもっともらしさがあるだけで、別に注意すべきものは何もなかった。彼の服装はといえば、薄い灰白色の単位に純白の直旗をつけ、青ねず色のリボンのついた銀色に光る麦わら帽をかぶっていた。その対照で彼の面長の顔は黒みを帯びていたし、スペイン人のような無造作な黒いひげをつけているのが、エリザベス女王時代の首飾りを思わせた。彼はいかにも怠け者が重大事件にぶつかったとでもいうような格好で巻きタバコを吹かしていた。要するに彼の風邸のうちにはその灰色の単位が装填されたピストルを隠し、白い直旗が警察署を隠し、またその麦わら帽がヨーロッパ中で最も有力な知能の一つを隠していることを匂わすような何者もなかったのだ。しかり、この男こそ別人ならずパリ警察会の頭、世界に名だたる検察官、バランタンであったのだ。そして彼は、今、ブラッセルからロンドンへと今世紀における最大の捕り物をするために、乗り込んでいくところであったのだ。フランボーは英国にいたのだ。三カ国、フランス、ベルギー、イギリスの官憲は、この大族をついにガンからブラッセルへ、ブラッセルからオランダへと追跡したのだった。そしてその時ちょうどロンドンで開かれていた西番山大会の人目に立ちそうもない混雑に紛れて何か仕事をするだろうと当たりをつけたのだ。おそらく彼はその大会に関係した何か事務員か書記のようなものに化け込んで旅行するに違いないのだった。とはいえ、バランタンにおいてももちろんそれが確実にわかっているわけではなし、誰しもフランボーを突き止めることはできなかったのだ。このものすごい大族が世界中を荒らし回ることをやめてから長の年月が経っていた。彼が仕事を辞めてからはローランが死んだ後で世間で言ったのと同じように、いわばこの地上に太平安の時が来たのだった。しかしながら彼の最もよく、いやもちろん私は最も悪くと言いたいんだが、栄えていた時代にはフランボーはカイゼルのように巨大な人物として認められたし、またそれほど国際的な人物になりきっていた。ほとんど毎朝の新聞は彼が驚くべき犯罪から犯罪へといとまなく仕事をやって行きながら、その度にうまく遁走していることを報じていた。彼は巨人のような大男で、身をもって離れ技をやることにかけてはガスコン人の魂を持っていた。そして力技に対する興味が起ころうものなら、余心判事を逆立ちさせてこいつの頭を良くしてやるんだなどと空うそぶいたり、寮の小脇に警官を抱えてリボリーの大通りを走ったりしたという乱暴極まる和兵を持っていた。彼の恐ろしい腕力がそうした血を流さない、しかも人を食った光景に用いられるというのは彼の偉いところだった。彼の真実の犯罪といえば、主として
独創的で、また大掛かりなものであった。であるから、彼の盗みの一つ一つは、皆神式な犯罪であり、それぞれが一つの物語になるようなものである。ロンドンで大きなタイロリアン牛乳会社なるものを、牧場もなく、牛もなく、配達車もなく、もちろん牛乳もなくて、しかも千余りのお客を持って経営していたのは、他ならぬ彼であった。それは、ただよそのうちの門口に取り付けた小さい牛乳受けを自分の顧客のうちの門口へ置き換えるという簡単な仕事でできたのだ。一人の婦人と無数の、しかも密接な文通を、彼の手紙を異常な写真の技術で顕微鏡のガラスの上に微細に写して行ったのも彼であった。その婦人の手紙は全部押収されたが、しかしながら変通自在の簡単さ、これが彼の仕事の特徴である。話によると、彼はたった一人の旅人を罠に引っ掛けるために、ある真夜中に一丁内の番地札を一つ残らず塗り替えたということである。また、彼が運搬自在の郵便箱を発明して、それを静かな郊外の辻に立て、よその人が為替などを投函するのを失敬したということも確かである。終わりに彼は驚くべき軽業師として知られていた。彼の巨大な体躯にもかかわらず、彼はコオロギのように飛び、また柱のように樹上に消え失せることができたのだ。それゆえ、かの大バランタンがフランボー捜索にかかった時にも、たとえ彼を発見しても、それでこの冒険が片付くまいということには十分気づいていたのだった。しかし、いかにして彼はフランボーを発見したものだろうか。この点では大バランタンの考えもなお決定してはいなかった。だが、いかにフランボーが変装に身を得ていてもごまかすことのできない点があった。それは彼のずば抜けた身長だった。もしバランタンの機敏な目が背の高いリンゴ売りの女であれ、また長身な衛兵であれ、またたとえそれがたよやかな公爵夫人であったにしても、彼はきっとその場を去らせず逮捕したに違いない。しかし、彼がハーウィッチから乗り込んでこの方、キリンが化けた猫を見出せなかったごとく、フランボーが変装したとおぼしい何者も目につかなかった。戦中の人々についてはすっかり特進が言っていたし、ハーウィッチから乗り込んだ人も、途中から乗り込んだ人も、すっかりで六人きりということは確かだった。終点まで行くつもりの小柄な鉄道管理、二つ後の停車場で乗った三人のかなり小さい市場商人。それから小さいエセックスの町から乗り込んだこれも小柄なカフ。最後にもう一人エセックス州の小さい村駅で乗り込んだローマンカトリック教の僧侶。最後の場合にはバランタンは呆れ返ってもう少しで笑い出すところであった。その小さい僧侶は東方人の平民の代表とも言うべきもので、ノーフォークの団子のように丸くて鈍感な顔をして、その両目は北海のように空っぽだった。しかも彼が持っている数個の茶色の紙包みを二百回にしていたのだった。聖晩餐大会はきっと賃貸した田舎からこうした掘り出されたモグラのような目の見えないどうにもしようのない生き物を吸い寄せたのに違いなかった。バランタンは厳しいフランス流の無神論者であり、僧侶に対しては何の愛着も感じなかった。しかし、彼は彼らを憐れんではいたのだ。そしてこの僧侶のごときものを見ては、誰だって憐れまずにはいられないだろう。この僧侶は大きな薄汚いコウモリ傘を持っていて、しかもそれをしょっちゅう床に倒していた。彼は自分の持っている往復切符のどちらが雪のか
帰りのかさえもわからないらしかった。彼は社内の誰彼におめでたい単純さで自分は注意しなくってはいけない。なぜならサファイア付きの純銀製の品物を茶色の包みの中に持っているんだからと説明していた。聖者のような単純さを持ったエセックスの心安い土地風な彼の奇妙な人となりはフランス人を絶えず楽しませていたが、やがてストラドフォードに着くとこの僧侶は彼の包みを持ち、またコウモリ傘を取りに戻った。その時バランタンは親切にあの銀器のことを不注意に言わないようにと注意した。が、バランタンは誰に向かって話しているにしても、その目は常に誰か他のものを見守っていた。彼はじっと、止める者でも、貧しい者でも、男でも女でも、およそ6フィートたっぷりあろうと思われる人を見つめていた。なぜなら、フランボーはその上6インチばかり大きかったのだから。彼はリバプール街で下車した。ここまでは彼は犯人を見逃すようなことはなかったと確信していた。彼はそこでロンドン警視庁へ行って、自分の身分を証明し、いつ何時でも応援してもらえるように手続きをした。それからおもむろに巻きタバコをつけると、ロンドン市中をぶらつきに出かけていった。彼がビクトリア街の向こうの町や広場を歩いていたとき、バランタンは突然足を止めた。そこは古風な静寂な、いわばロンドン喫水の場所とも言うべきところで、何か断り気な静けさがみなぎっていた。その周囲の高い単調な家々は繁盛しているかとも見え、また住む人もない家かとも見えた。中央にある広場の灌木林は、太平洋上の緑の孤島のごとく人気もなかった。周りの一方は他の三方よりもはるかに高くなって神座という感じがした。そしてこの一列の建物はロンドンの惨憺すべき出来事のために破られていた。すなわち貧乏な外国人相手の安料理屋を尻目にかけたような一軒の料理屋があったのだ。それは全くなぜとはなく注意を引くものだった。鉢植えの低い樹木があり、レモン色と白のだんだらの窓掛けが下がっていた。それはその道路面から特に高く建てられていた。そして普通のロンドンの路面なら、階段の一足でちょうど非常はしごが2階の窓に届くように、ドアの前に行かれるのだった。バランタンは立ち止まって、その木と白の窓掛けの前でタバコをふかしながら、それらのことについて長い間考えていた。奇跡に関して一番信じがたいことは、それが起こったというそのことである。空にある雲も寄り合って、睨めている人の目の形にもなるものだ。一株の木も、頼りない旅に見る風景のうちでは、まるでわざわざ作った疑問符のように立つものだ。私自身、この数日のうちにこれらのことを実験した。ネルソンは勝利の刹那に死ぬのである。ウィリアムという男がウィリアムソンという男を誤って殺しても、それは謀殺の一種に思えるだろう。一言にして言えば、人生には奇怪な偶然の一致があり、それをつまらない人間は常に見落としているのだ。ポーの逆説の中に巧みに説明されているように、知恵は予見できないものまでも感情に入れておくものなのだ。アリスティ・バランタンは、そこの知れないフランス人であった。そしてフランス人の知能ときてはまた特別なもので、実際、混ざり気のないものなのだ。彼は思考する機械ではなかった。なぜなら、その言葉は近代宿命論の、また唯物論の無思慮な適用であるからだ。
機械はどこまで行っても機械に違いない。それは思考することはできないのだ。だが彼は思考する人間だ。しかも同時に平凡な人間だ。だから彼の驚くべき成功は、上辺はほんの当てずっぽうのように見えても、実はフランス人の明晰な、しかし平凡な思想によってコツコツと論理を積み重ねてなったものであった。フランス人は逆説を用いて世間を驚愕はさせない。彼らは真理を明るみに出すことによって世間を驚嘆せしめるのだ。彼らはフランス革命の時におけるように真理を持ち出す。だがバランタンは理性を正しく知っているために理性の限界をも理解しているのだ。発動機について何も知らない人に限って、揮発油なしに発動機を動かすことを論ずるのだ。また、理性について何も知らない人に限って、強力な何者にも負けない第一原理なしに理性について論ずるのだ。今の場合、彼はこの強力な第一原理を持っていなかった。フランボーはハーウィッチで見失われてしまった。そして、もし彼がすでにロンドンに救ったとしたら、彼はウィンブルドンの公有地に住む背の高い宿なしからメトロポールホテルにいる背の高い宴会の主人公に至るまであらゆる人間になりすましているに違いない。こうしためくらめっぽうな状態においてバランタンは彼一流の目の付けどころとまたその操作法とを持つのであった。こういう事件にぶつかると彼は思い設けぬものを頼りとするのであった。こういう場合、彼は合理の道順をたどれなくなると、不合理の感動を沈着に、また用心深くたどるのであった。普通なら真っ先に行くべき銀行、警察、密会所などへ入り込む代わりに、彼はちゃんと順序を立てて、見当違いともおぼしい場所へ行くのであった。空き家と見ると、片っ端から探ってみたり、袋町という袋町に踏み込んだり、ゴミゴミした小道を伺ったり、結局とんでもないところに出てしまう曲がり道に入り込んだりした。彼はこの気違いじみた方法を全く論理的に弁護した。彼の言うところによると、もし我々が何らかの手がかりを持つならば、それは最も悪い道にいるのである。もし何らの手がかりをも持っていないならば、それは最も良い道にいるのだ。そのわけは、もしどこかに追跡者の目につくようなおかしなものがあるとすれば、それは追跡される者の目についたはずだからである。人はどこからか始めないわけには行かない。だから人が終わったところから始めれば、それだけで大変有利なのだ。店に上がる正面の高い石段のありさまや、料理屋のひっそりとした古風な様子が何とはなしに、探偵の希代のロマンチックな想像を駆り立て、彼をして何か仕事を始めさせるようにしたのであった。探偵は階段を上がっていった。そして窓の片柄に座って、ミルク抜きのコーヒーを一杯注文した。朝ももう半ばを過ぎていたのに、彼はまだ朝食をしたためていなかった。そのあたりのテーブルに散らかった朝食の跡を見ると、さすがの彼も空腹が身に染みた。で、さらに落とし卵を注文して、コーヒーに白い砂糖を面白そうに入れながら、さてフランボーのことを人渡り考えたのである。彼はフランボーがある時は爪取りバサミで、ある時は火事に紛れ、ある時は切手のない手紙に、不足料金を払ってる間に、ある時はまたこの地球に衝突するという彗星を見る望遠鏡に人を集めて、遁走したそのやり方を考えていた。彼は自分の探偵的頭脳がこの犯人の頭脳に勝るとも劣るとは考えなかった。が、それにしても
自分の立場がひどく不利なことを自覚した。犯人ってやつは独創的な芸術家だ。探偵はただ批評家であるのみだ。彼は苦笑しながら独り落ちた。彼はゆるゆると彼のコーヒー茶碗を口につけ、今度は急にそれを下ろした。彼は思わずも食塩を入れていたのだった。彼はおや?と思ってその入れ物を注意した。それは確かに砂糖入れに相違なかった。お酒がとっくりに入っているのが決まりきっているように、砂糖は砂糖入れにあるのが当たり前だ。彼は他に砂糖入れらしいものがあるかどうかと探してみた。他には、二つの食塩入れがあるきりだった。しかもそれには砂糖が入っていた。食塩入れに砂糖を、砂糖入れに食塩を入れるような風変わりな趣味がもっと他にもありはしないかと、彼は料理屋の中を見回した。が、ただ一方の白壁に何か黒い液体が跳ねかかって、おかしなシミを作っている他には変わったところはなかった。彼はベルを鳴らして給仕を呼んだ。まだ朝のうちのこととて、髪もくしゃくしゃにし、眠たそうな目つきをした給仕が急いで出てきた。探偵は、もともとちょっとした冗談の嫌いでない彼は、まあこの砂糖を舐めてみろ。これがこの店の売り出している特色なのかと尋ねた。給仕はその結果、眠気も覚めて口をパックリ開けてただ驚くばかりだった。君の店じゃお客様に毎朝こんな念入りな冗談をやるのかい?とバランタンは尋ねた。食塩と砂糖とを入れ替えておくなんて、まあどんなものかね。給仕もこの真綿で首を絞めるような皮肉がはっきりわかったので、どもりどもり弁解し始めた。そして、そんな心持ちはちょっともございません。それはとんでもない間違いでございます。というのだった。彼は砂糖入れを取り上げて、改め、また食塩入れも改めた。彼はだんだん困惑と不可解の表情を表し始めた。ついにたまりかねて軽い会釈をすると、あたふたと奥へかけていった。そして主人を伴って帰ってきた。主人も二つの入れ物を変わる変わる改めたが、ひどく困惑した様子だった。突然給仕が一生懸命に何か言い出した。ああ、そうです。わかりました。と、彼は熱心におどおどと付け加えた。あの二人連れの坊さんですよ。なんだって?二人連れの坊さんだって?ええ、そうです。と、給仕は言った。あの壁にスープをぶっかけた。壁にスープをぶっかけたんだって?と、バランタンが繰り返した。こいつは妙な話になったわい、と思いながら。そうです、そうです。と、彼はやや興奮して、白い壁紙を貼り詰めた上についている黒い飛沫を指さしながら、あの壁にぶっかけたんですよ。と言った。バランタンは改めて主人の説明を求めるように彼を見た。主人は詳しく話し始めた。その通りでございます。もっとも私にはこれが砂糖と食塩との入れ違いにどんな関係があるかわかりませんですが、今朝ほど早く二人連れの坊さんがまだ店も開けるか開けない頃お見えになりまして、スープを召し上がっていったのです。二人とも大変物柔らかな、相当地位も終わりの方のようでした。一人の方が勘定をしてさっさと出て行くと、もう一人の方は持ち物があるので、いつまでもまごまごしていられましたが、やっとのことで出ておいでになりました。その時、呪い手つきで、まだやっと半分しか飲んでいないコーヒー茶碗を取り上げて、コーヒーを
あの壁にぶっかけたのでございます。私は奥におりましたし、店の者もあちらにおりましたので、出てきた時には壁はもうあの通りで、店には誰もおりませんでした。大した損害でもございませんが、いまいましいので、表へ出てふんづかまえようといたしましたが、二人とも大変足の速い奴らで、もう向こうの角を曲がって、カーステアース通りに入って行っていることだけわかりました。探偵は立ち上がって、帽子をかぶり、ステッキを握りしめた。彼は自分を取り巻く闇の中に、どうやら一同の巧妙を認めた。だがその巧妙こそ、全く怪しげなものだった。勘定を済ますと、彼はガラス戸を邪険に閉めて、向こうの通りに飛ぶように入っていった。幸いなことに、彼はこうした興奮した瞬間にも、なおかつ、冷静と敏活とを彼の両目にたたえていた。一つの店の前を過ぎたとき、何やらパッと彼の頭をかすめたものがあった。彼はきびすを返すとそれに注意した。その店は繁盛しているらしい八百屋兼果物屋で、大堂に並べられた品物の上には果物の名と売り値を記した札とがたくさん立ててあった。その中で、みかんと栗の二つの山が一番人目につきやすかったが、その栗の山には青いチョークで達筆に、最良タンジールス産みかん二個、一ペニーという札が刺してあった。みかんの方には、最上ブラジル産栗一号四ペンスと書いてあった。バランタン氏はこの二つの札をじっと見据えた。そしてさっきもおかしなことに出会ったばかりだのに、またすぐここでこんなことに出会ったことを意味ありげに考えた。彼は仏頂面をして表の王冠を眺めている赤ら顔の主人公に、そのことを注意した。が、亭主は一言も言わずに、ぶっきらぼうにその札を置き換えた。探偵はステッキに寄りかかりながら、しきりに品物を見回していたが、最後にこう言った。もしもし、全く失礼な申し分ですが、実験心理学上観念の連合ということからちょっとお尋ねしたいことがあるんです。赤ら顔の亭主は怖い顔をしてバランタンを見つめた。が、彼はステッキを振り回しながら愉快げに続けた。ところでご主人、日曜にロンドン見物に来た田舎者の帽子じゃあるまいし、青物屋の小札が入れ違ってるなぁ。一体どうしたわけなんです？でなけりゃ私にもはっきりしているわけではないが、このみかんと栗の関係は、何か二人連れの坊さん、大坊主に小坊主の関係と神秘的な関係でもあるんですかな？商人の目玉はなめくじの目玉のように飛び出した。彼は全くこの見知らぬ男に、今にも飛びかかりそうに見えた。が、ついに怒りながらどもり出した。お前がどんな関係があるのか知らないが、もし知り合いの間なら言ってくれ。うちのリンゴをもう一遍ひっくり返すようなことがあれば、坊主であろうと何であろうと頭を叩き割ってやるからって。へえ、そいじゃあ奴らは君んとこのリンゴをひっくり返したのかね？と、探偵は同情してこう言った。あいつらの一人がやったのさ。と、亭主はポッポと湯気を立てながら、何しろ通りいっぱいぶちまけちゃったんだ、アホめ。自分で拾い集めないで行ったら、ふんつかまえてやるところだった。その坊主たちはどっちの方角へ行ったかね。あの二つ目の通りを左へ曲がって広場を突っ切って行ったらしいよ。と、
亭主はすぐ答えた。いやあ、ありがとう。バランタンは言葉とともに妖精のように姿を消した。第二の広場の片側で巡査を見つけると彼は早速尋ねた。巡査君、重大事件なんだが、君、つば広場をかぶった二人連れの坊さんを見かけなかったか？はあ、見ましたです。巡査はのろのろと笑いながら言った。一人の方はだいぶ酔っているようでした。往来の真ん中で、はて、どっちの方角へ行ったものかっていうような腰つきをしましてな。どっちの道へ行った？バランタンは突っ込んだ。あの黄色い乗り合いに乗って、と、巡査は答えた。あれは、ハンプステッド行きです。バランタンは、警察手帳を示して早口に言った。では、至急君の同僚を二人呼んでくれたまえ、僕と一緒に追跡してもらうんだ。彼は、伝染病のようにすごい勢力を持って向こう側に突っ切った。で、のろまな巡査も思わず身軽についていった。一分半ばかりで、このフランスの探偵は、イギリスの警部と私服の巡査等を仲間に加えた。それで、と、警部は重大そうな顔つきに微笑を浮かべていった。事件は、バランタンは素早くステッキで指さした。あの乗り合い馬車の2階に乗ってからお話ししよう。もう彼は激しい往来を縫って素早く突進していた。三人が息を弾ませて黄色い乗り合いの会場席に着いたとき、警部は、タクシーなら10倍も早いでしょうに、と言った。その通り。バランタンは落ち着いて言った。行き先がはっきりしていればね。へえ、それでは我々は一体どっちへ行くんですか？と、驚きの目を見張って、巡査が尋ねた。バランタンは難しい顔をしながら、しばらく巻きタバコを吹かしていたが、それを口から離すと彼は言った。君がある人のすることを知っているなら前に行けばいいんだ。また何をするか当ててみようというんなら、その人の後についていくんだ。その人が道をそれたら自分もそれる。止まったら止まるんだ。その人のゆっくり行く通り、君もゆっくり行くんだ。そうすれば、君はその人の見るものを君も見るし、その人のすることを君もすることになるんだ。問題は何か奇妙なものにしっかりと目をつけるにあるんだ。一体どんな奇妙なことなんです？と警部が尋ねた。奇妙なものなら何でもいいんだ。とバランタンは答えると頑固に口をつぐんでしまった。黄色い乗り合い馬車はゆっくりと北部の道路を何時間も走り歩いた。大探偵はもう何も説明しなかったし、その助手たちは自分の役目について無言の疑惑を増していったに違いない。またおそらくは昼飯について無言の欲求を増していったに違いない。なぜなら普通の昼飯時はもうとうに過ぎていたのだ。そしてロンドン北郊の長い長い道が再現もない遠望のように続いていた。それは人々がもうこの宇宙の果てに来てしまったかと思うような旅行であった。がふと見ればまだタヘネル公園に来たばかりだった。ロンドンは薄汚い居酒屋や退屈な歪木林となってもう果ててしまっていた。かと思うとまた賑やかな街路や繁盛した旅館などが行く手に現れて、応接にいとまないくらいだった。日足の短い冬の黄昏がいつの間にか襲ってきていた。しかし、パリ生まれの探偵はむっつりと黙り込んだまま、ただその両目だけは忙しげに両側に配っていた。一行がキャムデン町を後にした頃合いには、
ジュンサラはもうほとんど眠りこけていた。少なくともバランタンが突然突っ立ち上がって、おのおのの肩を叩き、さらに御者に向かって止めろと呼びかけた時には、彼らは夢うつつから飛び上がらんばかりに驚いた。彼らは何のためにここで降りるのだか見当がつかなかったが、ともかくも転げるように飛び降りた。見るとバランタンは勝ち誇ったように左側にある家の窓を指さしていた。それは金ピカの宮殿のような構えの料理店の正面になった大きな窓だった。そこは立派な晩餐のための特別席で、ご料理という看板が出ていた。この窓は他の窓と同様に模様入りの曇りガラスになっていたが、氷を破ったようにぽっかりと大きな穴がその真ん中に開いていた。さあ諸君、とうとう手がかりがあった。あの破れた窓のうちだ。とバランタンはステッキを振り回しながら叫んだ。何ですって？窓が手がかりですって？と警部はいぶかしげに言った。ははー、何か役に立つ証拠でもあるんですか？バランタンは竹のステッキをおらんばかりに癇癪を起こした。証拠だって？と彼は叫んだ。なんてこった、証拠を探してやがる。そりゃあ君、何の役にも立たないってことだって、20回に1回はあるさ。だが、では一体他に我々にどんなことができるんだね？我々はいかに当てにならないような可能性だって、それを追求するか、さもなけりゃ。うちに帰って寝るばかりだろうじゃないか。バランタンは、転ぶように料理屋へ入っていった。一行は間もなく、ささやかな食卓で遅い昼食を喫した。そこでは破れガラスの星形の穴を内側からよく見ることができたのだ。窓ガラスが壊れてるじゃないか。とバランタンは勘定を済ますと給仕に向かって言った。さようでございます。と給仕は小銭を数えながら答えた。バランタンは少なからぬ心づけをそっとそこへ加えてやった。はい、さようでございます。と、給仕は言った。まったくおかしな出来事なんで。そうか、俺たちに話してくれないか？と、探偵は別に何心ない好奇心を装って尋ねた。はあ、坊さんがお二人お見えになりまして。と給仕は言った。二人とも近頃来たらしい外国の坊さんですが、安直なお弁当をお上がりになると、一人の方がお勘定なさいました。そして先に出て行きました。もう一人の方がちょうど出て行こうとしていました。お金を調べてみると、勘定の三倍もございます。ああ、もしもしこれでは多すぎます、と申しますと、坊さんは平気で、ああ、そうかと言うんです。へえ？と言って、私が勘定の多いのをお見せしようとすると、すっかり面食らいました。どうしたんだね？と、質問者が言った。さあ、私は誓ってもよいんですが、はじめ確かに4シリングと書いたのに、はっきり14シリングとなっているんです。なるほど。と、バランタンが叫んだ。そして体をゆるゆると動かしたが、目は異様に光っていた。で、それからどうしたね？ところが、門口の坊さんと来たら、すましているんです。いや、それは失敬。余分のところは、この窓で埋め合わせをつけるよ。と言うんです。何窓ですって？と聞き返しますと、わしが壊そうというわけだよ、と言ったかと思うと、持っていたコウモリ傘で、あの通り破ったのです。三人の警察官は、一斉に叫び声を上げた。
警部は息を弾ませて、では、発狂者を我々は追跡してるんかな?と言った。球児はこの馬鹿げた話をさらに大げさに話し出した。私はもうまるであっけに取られて、何とする術も知りませんでした。その間に坊さんは表へ出て、あの角を曲がって、連れの坊さんの後を追っていきました。それから、バロック街の方へ足早に行きましたが、あんまり足が速いので追っかけてみたがダメでした。バロック街?と探偵は言った。そして感情をおっぽり出すと二人の怪人物を目指して突進した。今や彼らの旅はトンネルのような何の飾りもないレンガの道の上に来た。灯火もまばらな、稲、窓さえもろくに目につかないまちまち。あらゆるもの、あらゆる場所のうつろな背景からできているようなまちまちだ。夕暮れの薄闇はようやく濃くなり染めてきた。そしてロンドンの警官たちにとっては、どこをどうたどってよいかわからない、この追跡は今までにない不安極まるものであった。ただ、トドのつまりは、ハムステッド公園のどのあたりかを襲うのだろうということは、警部には幾分見当がついていた。と、突然にガスが赤々と灯された張り出し窓が青い黄昏を破って目についた。バランタンはおごそかに、そこの華やかな菓子売りの小さい店の前に立つと、ふと立ち止まった。しばらくはためらったが、やがてずかずかと店の中に入ると、彼は澄ましきった顔つきをして、13個のチョコレートシガーを買った。彼は確かに何か言い出そうと構えていたのだが、その必要はなかった。店にいた痩せた豊島の女は、なんとはなく物問いたげなバランタンの立派な姿に見入っていたが、彼の後ろの入り口にいる警部の青色の服に気がつくと、女はよみがえったような目つきをしていった。ああ、もしや、あの小包のことではございませんの?あれならもう塔に送っておきましたわ。え?小包?と、バランタンがオウム返しに言った。はあ、あの坊さんの方がお忘れになった小包みでございます。閉めた。と、バランタンは初めて正直に彼の熱心さを顔に表して言った。後生だからすっかり出来事を話してくれ。なーに、と、女は少し疑わしげに話し出した。たった30分ばかり前のことですが、二人連れの坊さんがお見えになって、ペパーミントを少しばかりお買いになって行ったのです。それから、あのハムステッド公園の方へいらしたようですが、まもなく一人の方が引き返してきて、わしは紙包みを忘れて行ったと思うがというのです。で、私は随分探してみたのですが、どこにもございません。で、その通り申しますと、いや、構わぬ。が、もし出てきたら、お気の毒だが、この宛名で送ってもらいたいと言って、番地を書いたものと、少しばかりだが、と、一シリングのお金を置いてお帰りになったのです。すると、私が見落としていたのでしょうか、後から、その方の言った通り、茶色の紙包みが出てきましたので、すぐ、小包みにして送っておきました。けれど、その番地は忘れてしまいました。何でもウェストミンスター区のどこかでした。おぼろにしか覚えておりませんが。でも、なんだか大切そうなものだったので、それでお役人がお見えになったのだろうと存じましたわ。そうです。それで来たのです。と、バランタンは簡単に答えた。ハンプステッド公園は近くですか?15分もまっすぐに行けば、と女は言った。じきにその広場に出ますわ。
バランタンはその店を飛び出して走り出した。警官たちもやむなくその後に従った。町筋は両側が狭まって家々の影が立ち込めていた。それで彼らが町を出外れて空っぽな公有地に出た時には、夕映えがまだ金色に照って明るく晴れ渡っているのに目を見張ったのだった。太陽は黒ずんだ樹木や暗金色の遠影のあなたに沈みかかっていた。燃えるような緑色はもうすっかり濃く染まって、その間に一つ二つ輝く星が散りばめられていた。昼間から取り残された晩鐘は夕映えの化粧として、この広場の果てまで、それから健康の谷と呼ばれているハムステッド公園の端まで金色に満たされていた。この辺りをぶらつく休日の散策者の影もまだすっかり消えてはいなかった。まるで一対のように離れない姿があちらこちらのベンチにいぎたなく横たわっていた。遠くのブランコに乗った少女の叫び声も時々は聞こえてきた。天の栄光は人間の暗い厳粛な野生の姿を深めていた。そしてバランタンはといえば、彼の求めるものを探しつつスロープに立って谷の向こうを眺めていた。向こうの遠い彼方に幾組もの人々が次第に散っていくうちに、特に黒くくっきりと見える姿があった。二人の僧侶風な装いをした男だった。それは虫けらのように小さく見えるけれども、バランタンの目には、その中の一人が他の一人よりもさらに小さいのがはっきりとわかった。大きい方の男は背を曲げて、別に目立つ振る舞いもしていなかったが、バランタンにはその男が6フィートはたっぷりあることがわかった。彼は歯を食いしばってステッキをせっかちに振りながら近づいていった。バランタンが2つの黒い姿を顕微鏡で広がしたかのように近寄って大きく見出したときに、彼は思いがけないものを発見して思わずもぎょっとした。大坊主の方が誰であったにしても、小さい方は確かにその正体に間違いはなかった。それはハーウィッチからの上り列車に乗り合わせたエセックスから出てきた田舎僧侶だった。そいつには彼が茶色の包みについて警戒してやったではないか。さて、これでやっとすべてがはっきりとまとまりがついてきた。バランタンはその朝、エセックス州の僧侶、シフ・ブラウンというのが大会に出席して外国の僧侶に見せるためにサファイアの入った銀の十字架を持って出たということ、その十字架は非常に高価な品であるということを調べておいた。それがすなわち青い玉宝入りの純銀製の品物なのに違いない。シフ・ブラウンというのは確かにあの汽車中の無邪気な男に違いない。バランタンに探知できることならフランボーもすでに知ったはずだ。フランボーはどんなことでも嗅ぎ出す男なのだから。そしてまたフランボーがサファイア入りの十字架の話を聞いて、それを盗み出すことを計画するのも不思議ではない。いや、それどころかフランボーがあのコウモリ傘と紙包みを持った間抜け面をした僧侶にまとわりついていこうとするのは、実に明らかなことだ。あの僧侶は誰の思いのままにもなりそうに見えるのだから。おそらく北極星のところまでも引っ張って行かれるだろう。それに、フランボーは名うての名優だ。僧侶に変装して、彼をハムステッド公園に引っ張り出すくらい、お茶の子さいさいだ。犯罪の筋道はすでにはっきりしている。それに探偵にとっては、あの僧侶も哀れまれてならない。彼はフランボーを貫くく思った。しかし、また、バランタンは、彼をこの成功にまで導いてきた、今までの出来事を総合してみると、何が何だかわからなくなってきた。
一体、エセックス上がりの僧侶から十字架を盗むということと、料理店の壁にスープをぶっかけることと、どういう関係があるのか。栗をみかんと呼ぶことにどういう関係があるのか。それからまた、先に金を払っておいて、窓を壊すことに何の関係があるのか。彼は追跡の功を奏し、そのどん詰まりまで来た。しかも、いずれにもせよ、ついにまた迷路の端に踏み込んでしまった。今までにもし失敗したとしたら、そんなことはほとんどなかったが、それは手がかりを握って犯人を取り逃がしたのだ。ところが、今度ばかりは犯人をしっかりと握りながら、まだ手がかりを握っていないのだ。目指す二つの物影は、はるか向こうの丘の地平線上に黒いハエのように歩いていた。明らかに彼らは何か話をしているらしかった。そうして多分、これからどちらの方に行こうかも考えてはいないのだ。が、彼らは次第に寂しい、そして高いところへ登って行きつつあった。彼らの追跡者たちは、鹿狩りをする人のようなおかしな格好をして、灌木林の陰に隠れたり、長く伸びた草むらの中をざわざわ歩かなければならなかった。だが彼らは次第に目指す者の後に追い迫っていた。そして彼らの話し声がやっと聞こえるところまで来た。しかしそれはただ理性という言葉だけが繰り返し繰り返し高い子供じみた声で聞こえるだけだった。しかし突然傾斜地になっている。深い藪の茂みの中に来た時に探偵らは全く二人の姿を見失ってしまった。それから再び彼らを見出すまでには十分間以上も苦しまなければならなかった。彼らは夕日の照り映えた美しい景色を見下ろしている。丸屋根のような形をした物寂しい丘の出っ張りを縫ってゆくと、とある木立の下に古い朽ち果てたような一脚のベンチがあった。僧侶たちはそこに腰を下ろして何事か熱心に話し合っていた。華やかな緑と金とがなお暗い地平線にかかっていた。が、丘の丸屋根は次第にクジャク色の緑から青い色に変わっていった。清い玉宝でも散りばめたような星は次第にその数を増していった。バランタンは無言のうちに警官たちに合図をして、枝のしなだれかかったその木立の影まで忍び寄った。彼は死のような沈黙の中から不思議な僧侶たちの言葉を今初めて明瞭に聞き取ることができた。バランタンは一分半かそこいら耳を傾けていた後に悪夢のような疑惑に襲われないわけにゆかなかった。彼は二人のイギリスの警官たちを何の目的もなく無駄にここまで引っ張ってきたのかもしれなかった。なぜなら二人の僧侶の話は普通の坊さんの話と何の違いもなかったからだ。相当の学識を持ってゆっくりとそして信仰深げに何か神学上の神秘について話していた。エセックスの坊さんの方がかえって言うことが単純で丸い顔を星の方に向けたりした。もう一人の方は頭を垂れたままで話している。あたかも自分は星を見るに足らないというように。しかしともかくもイタリーの僧院に行ったにしてもまたスペインの大本山を訪れたにしても、これほど本当に坊さんらしい会話は聞かれそうにもなかった。最初バランタンが耳にしたのは、主婦ブラウンの話の終わりの一節だった。それはこう結んだ。諸君の天国という言葉によって、中世紀に人々が考えていたのは、全
全く不滅なものですぞ。大きい方の僧侶は、うなだれた彼のうなじでうなずいてみせてから言った。ごもっともじゃ。近代の不信心者どもは、何かというと彼らの理性に訴える。だが、あの何億という星の世界を見つめて、この我々の住む地上に、人間の理性で推し量られんものがあるということを感ぜぬものがあるだろうかな。いやいや、と他の僧侶が言った。理性は常に正当なものじゃ。わしだとて、世の中の人々が、教会は理性の価値を低めると言うて、非難するのはよく知っておりますぞ。だがこれは全然反対じゃ。この地上においてのみ、教会は理性を真に最高のものとするのですぞ。この地上においてのみ、教会は神ご自身も理性によってつながれたもうことを肯定するのじゃ。この時、相手の僧侶は、厳粛そうな顔を上げて、星空を仰ぎながら言った。おお、しかし誰か、この無限の宇宙を？無限とは、ただ物質的にじゃ。と、小さい方の僧侶が、彼の体を回して言った。真理の法則を逃れるという意味の無限ではないて。バランタンは木陰にいて腹立たしさに彼の指をやけにこづいた。彼はまるで自分のくだらない当て推量のためにこんなバカバカしい老僧の哲学話を聞かされているイギリスの探偵たちが後ろであざ笑っているような気がした。バランタンは癇癪を起こしたので高い方の僧侶の答えを聞き落として彼が再び耳にしたのは師父ブラウンの話だった。理性と正義は、あの空の果ての寂しい星をも掴んでいますぞ。あの星をご覧なされ。まるでダイヤモンドかサファイアのようには見えんかな。お望みなら一つ気ままな植物学なり、地質学なりを応用してはいかがじゃ？晩石の幹に、宝石の葉のついたありさまを考えてごらんじろ。あの月が一個の青い月だと考えてみられい。一つの大きなサファイアじゃとな。が、しかしじゃ、そうした勝手な天文学が、行為の上の理性と正義の法則と少しでも違うと思ってはならんのだ。明日このオパールの平原にも、真珠で散りばめた断崖の下にも、気候は必ずや、何時盗みするなかれ、の、金札を見まするぞ。バランタンは、この一生涯に初めての馬鹿げた大失敗から、落ち込んだこの窮屈な姿勢から逃げ出そうと、もう、身構えるばかりだった。が、高い方の僧侶が黙っているうちに、なんとなくあいつの答えを聞いてからにしようという気になった。ついに彼が話し出した。頭を垂れ、両手を膝に乗せて、彼は簡単に切り出した。なるほどな。だがわしはやはり、地球以外の世界はおそらく我々の理性よりずっと高いところにあるものだと考えますな。天国の神秘は測ることができませんて。わしはただ頭を垂れることを知るのみですぞ。それから彼はちょっと眉を寄せて、しかし態度や声の調子は少しも変えずに付け加えた。貴公のサファイアの十字架をくださらんか？どうだな。幸いあたりに人もおらん。わしは貴公をわら人形のように八つ咲きにもできますぞ。少しも変わっていないその声や態度は、その話の変化にかえって奇妙な恐ろしさを与えた。それにもかかわらず、
宝物の持ち主の方はわずかに頭を動かしただけだった。そしてどこかぼんやりとした顔を星空の方に向けた。多分彼はその意味がわからなかったのだろう。でなければ多分彼は腰を抜かしてしまったに違いない。さよう。と高い方の僧侶は同じような低い声で同じ態度で言いかけた。さよう。俺はフランボーだよ。それから少し間を置いて彼は言った。さあ、十字架はくれるだろうな。嫌だ。と相手は言った。そしてこの一言は実に不思議な響きを持っていた。フランボーは今までかぶっていた僧侶の仮面をがらりと脱ぎ捨てた。この希代の盗賊は反り身になって低く長く嘲笑った。嫌だと?と彼は叫んだ。くれないというのか?大僧正芸か。くれたくないだろうとも、ちんちくりんのお商人さん。なぜくれたくないか教えて死んぜようかな。そのわけはな、もう俺様がちゃんとこのポケットに持っているんだ。小さいエセックス男は、夕闇にもありありと驚愕の色を見せた。そしてまるで秘書官が示すようなおどおどした物腰で言った。ほー、それはまた本当かね。フランボーは大満悦で叫んだ。まったくお前は道化芝居そっちのけのお人よしだな。確かだと思うよ。俺はお前の大切な紙包みの偽物をこしらえたのよ。もうお前は偽物をつかんでるんだぜ。それで俺が本物の宝石を持ってるんだ。古い手さ。なあ、シフ・ブラウン。古い手だともよ。いかにも。と、シフ・ブラウンは言った。そしていかにも不思議なわけのわからぬ手つきで頭髪をなぜた。いかにも、わしも以前に聞いたことがあるて。この言葉を聞くと、海賊は興味を覚えて、田舎僧侶の方に身を寄せた。お前が聞いたことがあるって?どこで聞いたんだ?と、彼は問いかけた。もちろん、名前は言えないがな。その男は、懺悔者で、およそ20年間も茶色の包みをすり替えて、それで立派な暮らしを立ててきたのだ。ところでじゃ、お分かりかな?貴公を疑い出したときに、わしはその男のいつもの手を思い出したじゃ。俺を疑い出したって?と、賊は真剣になって繰り返した。お前は、俺がお前をこんな寂しいところに連れてきたので、俺を疑い出したんだな。いやいや。と、ブラウンは、弁解めいて言った。わしは初めて貴公と会った時から疑ったのじゃ。それは貴公が、イボのついた腕輪をしているので、袖のところが膨らんでいたからじゃ。くしょう!と、フランボーは叫んだ。なんだってお前は腕輪のことなんか知ってやがるんだ?おお、ご存知の通りのお仲間からじゃ。と、ブラウンは意味もなく眉を動かしていった。わしがハートルプールで副牧師をしていた時のことじゃ。その時、イボのついた腕輪した仲間が3人いたのだ。だから、わしは初めから貴公を疑ったのじゃ。お分かりかな?わしはあの十字架を無事に届けにゃならん。わしは貴公に注意していた。ご存知かな?それから貴公が包みをすり替えたのを知ったのじゃ。そこでわしがまたすり替えおったよ。
お分かりにならんかな。それからわしはそれを途中に置いてきたのじゃ。置いてきたって？と、フランボーが繰り返した。そしてこの時初めて彼の勝ち誇った声に何か新しい調子が加わった。さよう、まあ、その通りじゃ。と、小さい僧侶はどこまでも落ち着いていった。わしは、あの菓子屋へ戻ってな、わしが包みを忘れやしなかったかと尋ねてな、もしあったら送ってくだされと宛名を置いて帰ったのじゃ。実は何も忘れはせなんだ。二度目に行った時に置いてきたのじゃ。今頃はウェストミンスターに住んでいる友人のもとに送ってくれたことだろうて。それから彼は、むしろ悲しげな口調で付け加えた。この手も、ハートルプールにいたときに、あのかわいそうな連中から覚えたのだ。その男は停車場で手提げ袋をその手でやったものだったが、今はある修道院に入っとるとか、えらいことを知っとるものだて。なあ、どうじゃな？それから彼は頭をかきながら本気になって言い訳するように付け加えた。わしらはどうも坊主がやめられんて。皆がやってきてはこんな話をしてくれるでな。フランボーは内ポケットから茶色の包みを取り出してバリバリと破いた。中には紙と鉛の棒との他には何も入っていなかった。彼は巨人のような身振りで立ち上がった。そして叫んだのだった。俺はお前の言うことが信じられねえ。お前のような田舎者にそんな真似ができてたまるけ。お前は肌につけてるに違いねえ。そっくりこっちに渡さなきゃ、あたりに一っ子一人もいねえ。力ずくでも取ってみせるぞ。いいや。と、シフ・ブラウンは無造作に言うと、彼もまた立ち上がった。力ずくでも取られますまいぞ。第一に本当にわしは持っておらん。それから、わしらだけじゃない。他にも人がいるんじゃからな。フランボーは一歩踏み出して立ち止まった。あの木の影にじゃ。指差しながらシフ・ブラウンは言った。しかも、二人の強い警官と、この世の中で、第一の探偵じゃ。どうして来たと貴公は尋ねなさるのか？なーに、わしが連れてきたんじゃよ。もちろん。どうしてわしがそんなことをしよったかというのか？よろしい。すっしっかり聞かせて信ぜよう。わしとて、はじめは貴公の素性はわかりはせん。同じ僧侶仲間に盗賊の汚名を着せてよいものか。わしはそこで貴公を試したのじゃ。誰だってコーヒーの塩を入れれば変な顔をするじゃろう。もしせんなら、その人は何か静かにしておるわけがあるんじゃ。もし、感情書きが三倍も高けりゃ、誰しも文句を言うものじゃ。それを黙って払うからには、何かわけがありそうだ。わしが感情書きを変えたのを、貴公が払ったのじゃ。世界は、フランボーが猛虎のごとく踊りかかるのを待っているように見えた。しかし、彼は呪文でもかけられたようにたじろいていた。彼は極度の好奇心に呆然としていたのだ。さて、と、シフ・ブラウンは、重々しい口ぶりで、しかもよどみなく言葉を続けた。君は警官に手がかりを残さんようにしたのじゃ。そこで誰かが残さにゃならん。だからわしは行く先々で、話の種になるようなことをしでかしたのじゃ。大したこともせなんだが、
壁を汚したり、みかんをひっくり返したり、窓を壊したりしましたじゃ。だが、大切な十字架はおかげで無事。もう、ウェストミンスターに着いた頃だて、わしは君がバカのことをやめたがいいと思いますぞ。なんだって？フランボーが聞き返した。聞こえなくて幸いじゃ。バカなことじゃ。どうせ君はホイスラーになるには少しお人よしすぎるんじゃ。わしは現物を握っていてさえが悪心を起こしはせんて。わしはしっかりしてるんじゃ。一体何のことを言ってるんだ？よろしい。わしは君が現物ということを知っているかと思いよった。シフ・ブラウンは気持ちよげに驚いていった。おー、貴公はまだそんなに深みに落ちてはおらん。一体全体お前は何だってそんないろんなことを知ってるんだ？フランボーは叫んだ。確かに、わしが僧侶だからだ。わしのような人間の本当の罪悪を聞き取ることより、他に脳のないものでも、またそれだけに人間の悪事については、全く気づかずいられようはずがないのじゃ。貴公にはそれが気づかれなんだか？しかし、わしはわしのもう一つの商売のもう一つの側からでも、貴公が僧侶でないことが確かめられたのじゃ。それはなんだ？盗賊は開いた口が塞がらぬというように尋ねた。貴公は理性を攻撃したでな。シフ・ブラウンは言った。それは悪い神学じゃ。シフ・ブラウンが持ち物を集めるために傍らを向いたときに、三人の警官は薄闇の木陰から踊り出た。フランボーは芸術家であり、またスポーツマンであった。彼は飛びのいてバランタンに丁寧にお辞儀をした。友よ、私にお辞儀したもうな。バランタンの声は銀鈴のごとく澄み渡っていた。さあ、我々の先生にご挨拶申し上げよう。かくて二人はしばらくは帽子を取って立っていた。一方、小さなエセックスの僧侶は彼のコウモリ傘を求めて目をしばたたいていた。